はい、あ、火がついちゃった、火がついちゃった。はい、皆さんこんにちは、長岡 HR420 桃助です。今日はですね、いただき物をしたんで紹介したいと思います。郵送で送ってくれたんですが、桃助様お疲れ様です。三重 SP293 です。天候がやばまれますが、15日の伊吹山移動ご苦労様でさ、この間のね、UHSCBI ミーティング、当初はね、伊吹山に登ることを予定していたんで、まあ、その前に送ってくれたんだけど、無事移動運用できますように、白金神社のお守りをお送りいたしますので、もしよろしければ使ってください。ということで、これですよ。これ。白金神社。白金神社お守りっていう風に書いてますが、中身はこれです。この袋を見ただけでね、まあ分かる年代の方には分かるんじゃないかなと思いますが、僕もですね、まあ、使い捨ての回路が、まあ、普及してからの世代なんであれなんですけど、これです。一度ね、使ってみたかったんですよね。白金回路です。まあ若い方は知らないかなっていうふうに思うんだけども、まあ今主流のね、使い捨ての回路ではなくて、この中に、ベンジンという、まあ、燃料ですね、炭素と水素が含まれているタイプの液体の燃料を入れて回路として使う商品なんですね。まあ、使い捨てじゃない回路なんか戦前からね、あるみたいなんですけど、ちょっとせっかくなんでね、今日は燃料を入れて、試しに使ってみたいと思います。はい、ということでちょっと試しにね、一回、使ってみたいと思います。燃料はね、このベンジンを使います。最近ベンジンって薬局とかで売ってんのかな、ちょっと僕はめんどくさいんでね、通販で、お取り寄せしちゃいました。はい、でちょっと初めて使うんで、一応使い方見てねチェックしたんですけど、うまくいくか分かりません。で、このキャップを開けて、さらにここ開けると、ここからね注油することができます。でこういう注油用のキャップっていうか、カップが、あるんだけども、これをはい、こんな風にね、取り付けて、ここにですね、まあ、1杯分入れると12時間、2杯分入れると24時間使えるみたいです。この状態で、まあ、注いであげてですね、はい、まあ、計量してあげて、ここ結構ね、優れもので、ここをひねると、中に、はい、ひねると中にベンジンが入っていくようになってる。で、これで計量して注げるっていうわけですね。これなかなかこのカップよく考えられてるよね。これすごいよね。はい。で、まあ、入ったことが確認できたら、まあ、閉めて、よいしょ。あれ?はい。取り外して、で、一応こう、入れすぎた場合はね、なんか、漏れちゃわないように、こう、入れすぎた分が出てこないかね、こうやって確認してあげるみたいです。大丈夫みたいですね。で、これでこう閉めてあげて、で、白金回路っていうのはこのベンジンが燃焼とちょっと違うと思うんだけど、触媒燃焼っていうのかな、まあ、ゆっくり酸化していく過程で、まあ、熱が発生します。で、白金、プラチナが入ってて、このプラチナが触媒になることによって、その酸化の反応が、まあ、継続するみたいな商品、仕組みなんだけども、最初だけは、酸化のきっかけを作ってあげるために、この部分をですね、炎で炙ってあげてください。はい。火がついちゃった、火がついちゃった。大丈夫かな?これでいいはず。はい。これで、酸化の反応が始まって、
あとは、プラチナ、白金、白金プラチナのね、触媒効果で中のベンジンの酸化反応が継続するはずです。あったかくなってくるのかな。あったかくなってきた。お、これはあれだよね、さっきのライターの熱じゃなくてちゃんとね反応してあったかくなってきてると思います。あー、なるほどね。はい、これ指紋がベタベタつくな。であとは閉じて、あったかい、あったかい。これ 8T になるのかな。あー、ちゃんと使えた。すごいすごいって、なんかさね、なんかちょっといいよね。これと比べちゃうとなんか使い捨て回路って便利なんだけど味気ない感じだよね。お、いいのこれ。はい、あとは、実際使うときはこういう巾着袋とかね、こう何かくるんであげて、まあ、持ち歩くというものです。はい、ということで、この白金回路ね、もう次回のね、山岳運用からもう絶対これ寒い時はね持っていきたいと思います。まあ、こんな感じでね、はい、袋に入れて懐にね忍ばしてね行こうかなと思います。はい、まあ、あの燃料もね2回分入れれば24時間とか持つみたいなんで、泊まりでのね、山岳運用、まあ、夏山とかでもね 3000m 級とかに行くと夜間はかなり冷えるんで、まあ、そんな時もね24時間使えればバッチリいけるんじゃないかなと思います。いや、こういうのね一回手にしちゃうとね、僕も凝って集めたりとかね、凝っていろいろなんか試したりとかしたくなるんでね、危険なものをいただいちゃったかなと思います。はい、なんかね、まあ、実用品としてだけじゃなくてなんか男のね、コレクター心をくすぐる一品ですね。まあ、トランシーバーとかとその辺は似てるのかなと思います。以上、ミエ SP293 局にいただいた白金回路の紹介でした。このチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではライセンスフリーラジオをはじめアウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね、いつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね日々の情報は Twitter の方でも発信してますので、アット長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるリンクから Twitter の方もチェックしてみてください。またブログもやってますので Yahoo ブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回またモモチャンネルでお会いしましょう。